どうも皆さん、こんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。はい。毎週日曜日は、ギター教室ガズギターやっております。本来だとこのガズレ YouTube チャンネルはウクレレのレッスン動画なんですけど、日曜日ギターレッスン始めていきましょう。さあ、今回はですね、ちょっと新しい試みと言いますか、ギターってですね、いつもやってるように弾き語りでね、コードを弾いて歌うっていうことはやっぱりすごく楽しくて、それを中心にお伝えさせていただいてるんですけど、例えばギターってね、フレーズも弾けるんですよ。例えば、こういうのも楽しそうじゃないですか。ということで、今日はこういうね、単音のメロディーをですね、ちょっとこう演奏に、取り入れられるようにして、いけるように、まずその第一歩としましてですね、こうタブ譜という楽譜があります。これの読み方を、ちょっとレクチャーさせていただいて、ちょっと2回か3回に分けて、ちょっとね、かっこいい、めちゃかっこいいフレーズを弾けるような、そういうプログラムをちょっと作っていきたいと思います。今日はその第一段階ということで、このタブ譜というね、これギターとか弦楽器独特のね、わかりやすい楽譜みたいなのがあるんですよ。それの、レッスンを始めていきたいと思います。楽しいですよ、皆さん。はい。結構ね、脳トレというか、その表がわかると、この表というか、この楽譜の読み方わかると、なかなか世界観広がるんでね、なかなか有用な動画になると思います。はい、それでね、このガズギターというのはですね、宇宙一簡単ギター教室ということで、この私、ガズが考えついた、本当にもう超簡単で、どんな方でもギター弾けるよという、レッスンを構築しております。やってみたいなと思った方、概要欄にガズギターならではのね、超楽しいギターレッスンのね、できるよというね、ホームページの1枚貼っておくので、そこで動画を見ながらですね、どんどん練習していって、楽しく音楽やっていきましょう。で、いつも言ってることなんですけど、ギターをいきなり始めるのも、まあ、悪くはないと思うんですが、ウクレレで弦楽器っていうのは何かっていうのをちょっとね、最初に知っておいていただいて、ウクレレをある程度練習して、その後ギターに横展開っていうのもすごくいいと思うんですね。で、ウクレレもまあ、どっちにしろ楽しくて簡単なんで、ぜひウクレレもやってみてください。ガズレレという、ウクレレ教室レッスンプログラムを貼っとくんで、まあまあ、いろんなね、楽器をね、同時にやるっていうのは楽しんでね、ぜひぜひやってみてください。このガズギターは、本当楽器触ったこともない人、最初の一歩をね、もうめちゃサポートしますよということで、音楽やったことない人をやる、音楽やる人に変えていこうということで張り切ってます。そういうわけでですね、今日早速ちょっとこのタブ譜っていうやつを見ていきたいと思うんですけど、はい、これ出しときますけど、このね、線が6本あります。一番上に書いてある線が1弦ということになります。一番下に書いてある弦が6弦です。ちょっと反対に見えるかもしれないんですけど、こうやって見るとわかる。こうやって見ると、はい。この表と、この、そうするとほら、こっちが1弦でしょ？一番上が1弦で6弦になるからね。はい。で、こっちがフレットの数ですけどね。1、2、3、4、5、6。はい。これがポイントになっております。ちょっとじゃあ、今この表を出しますね。一番上にですね、0、3、5って書いてあります。これはね、左から右に時間が流れていると思っておいてください。いきますよ。せーの、0、3、5。はい。これ分かりました？なんとなく。じゃあ次は、6弦の、0、2、3。いきます。せーの、0、2、3。はい。時間が左から右に流れていく。その数字のフレットを押さえていくということです。ここまで分かりますかね？大丈夫かな？一番上は1弦ですよ。ちょっとね、実際自分が持ってると反対に見えるかもしれないんですけど、そういう風な表記になっております。そして、これをね、ですね、ちょっともうちょっと深掘ると、コード、よく弾いてるじゃないですか。C だとか、G だとか。これもですね、実はこのタブ譜で表記ができるということになっております。じゃあですね、G というコードを弾いてみましょう。G というコード覚えてますかね、場所。ここと、1弦の3フレット、ここなんですね。これがまあ、正確な G なんですけど、はい、これ。これ、コード表で表すと、こんな感じになってるでしょ？いつもこの黒い点を押さえてくださいってことでやってるんですけど、これタブ譜で表すと、こういう風な感じになります。まず一番上が3って書いてあるでしょ？これ3。1弦が3フレット。そして2弦が0って書いてある。0っていうのは開放弦ですから、押さえない。3弦も0ですね。押さえない。で、4弦も押さえない。0、0。要は、1弦から3フレット、0フレット、0フレット、0フレット。で、5弦が2フレットでしょ？はい。6弦が3フレット。はい。これをいっぺんに弾くです。縦1列にこう並んでるじゃないですか。だから、ジャーンと弾くわけです。はい。OK ですか？じゃあ、これはどうでしょう？今の G のすぐ後に、1弦の2フレット、1個だけ音を書いてみましょう。2って書いてある。いきます。
せーの。わかりました。こうやって読んでいきます。とにかく左から右に時間が流れていって、そこの書いてある数字を引いていくと。これがですね、タブ譜という、ことになります。そしてこのタブ譜を説明するときに、すごく、練習になるメロディーというのがあります。それはどんなメロディーか皆さん、これを知らない人はいません。ドレミファソラシドでございます。ドレミファソラシド。これをタブ譜で書いてみると、これね、ちょっとここでね、ちょっとよもやまお勉強なんですけど、ギターってこういろいろこう、押さえるところありますよね。一個ずつ単音でやると。そうするとね、同じ音がいっぱいあるんですよ。どういうことと思うかもしれないんですけど、ちょっと聞いてください。今2弦の5フレットを押さえます。この音覚えておいてくださいね。この音と1弦の何も押さえない開放弦を弾きます。同じ音でしょ。だからその、押さえる、ね、同じ音がいっぱいあちこちにあったりします。もう一個、じゃあ、これもそう。今は3弦の、9フレットを押さえてます。3弦の9フレットと、2弦の5フレットと、1弦の0フレット同じで、あとはね、はい、4弦の12フレットも、14フレットか、同じ音だったりとか、こんな風にですね、ギターってね、同じ音があちこちに散りばめられている、まあ、ここの中で、そう、宇宙があるんですよね。で、それは、耳で聞いたら、わかんないんですけど、その、弾く人がもう好みでその音を選ぶっていうのを一個、なんとなくどっか頭の片隅に置いといてもらいたいんですけど、今回は、タブ譜を読む練習ですから、二つのパターンで、世界で一番有名なメロディーを弾いていこうと思います。ドレミファソラシドですね。はい、じゃあまず一個目、いきますよ。5弦の3フレット。OK、その次、4弦の、0フレット、開放弦。その次4弦の2フレット。その次4弦の3フレット。はい。その次3弦の開放弦、0フレット。はい。その次3弦の2フレット。はい。その次は、2弦の0フレット開放弦。その次2弦の1フレット。はい。これでだいぶタブ譜の読み方分かってきたんじゃない？よーく分析すると分かります。じゃあちょっと、めちゃゆっくりいきますよ。せーの。の5弦の3、4弦の0、4弦の2、4弦の3、3弦の0、3弦の2、2弦の0、2弦の1。はい、わかった？左からこう時間が流れていって、その数字のところを弾く。これがタブ譜です。オルゴールに似てますよね。オルゴールってこう突起があって、そこのところに来た時にパンペンとか弾くんですけど、そのイメージするといいかもしれない。じゃあちょっともう一回ゆっくり。せーの。はい。世界で一番有名なメロディー、ドレミファソラシドですけど、こういうのをね、専門用語ではね、スケールって言ったりします。このメロディーの流れですね。はい。まあちょっとそれは、ちょっと今回はその音楽理論というよりはそのタブの読み方中心なんで、ひとまずはこのメロディーでやってみようと思うんですけど、じゃあ、今度同じドレミファソラシド、同じドレミファソラシドだけれども、違う押さえ方で練習してみましょう。これ今日タブ譜を読む練習だから、こういうの面白いですよ。いきますよ。最初音は同じ。5弦の3フレット、はい、5弦の5フレット、4弦の2フレット、4弦の3フレット、4弦の5フレット、3弦の2フレット、3弦の4フレット、3弦の5フレット。はい、同じメロディーですけど、今ちょっと違う場所を押さえていったと。いうことになります。こういう感じでこのタブ譜の読み方をちょっと練習するのがいいかなと思いました。じゃあもう一回今のね、パターンでもう一回ゆっくりいきます。せーの、5弦の3、5、4弦の2、3、5、3弦の2、4、5。この数字が、弦の数字とフレットの数字がね、ごちゃごちゃに なりかねないんで、ちょっと何も言わずに弾きますわ。せーの。はい。
いかがですかね。あんまりこう弾き語りでコード弾いてるときに、こういうのってあんまり経験ないじゃないですかね。まあまあギターって結構いろんなことができるんで、こういうか、このタブ譜を読んで、このフレットが、フレットと弦の関係をマスターできるとすごくいいと思います。今ピックで弾いてますけど、指でもいいですよ。とにかくこういうふうに読むんだぞと。じゃあ、さっきのドレミファソラシドに戻ってみましょうか。ちょっと押さえる場所違いますよ。タブ譜をよく見てください。せーの。はい、なんとなくこうタブ譜っていうのはこういう風に読むんだぞというのが今日第一ステップの目標でございます。皆さんいかがでしょうか。これわかりますかね。で、これをちょっとなんとなくなるほどねというふうに、タブ譜の読み方が分かってくださったらですね、次はですね、次回ちょっと予告なんですけど、ちょっとかっこいいフレーズを弾いてみようじゃないかということで、ちょっと宿題を出しておきましょうというふうに思います。このタブ譜を見てください。このメロディーをちょっと弾いていきましょう。いきますよ。1弦のまず3フレット、1弦の0フレット、開放弦。次、2弦の3フレット。次2弦の0フレット開放弦、その次、3弦の2フレット、次3弦の0フレット、次4弦の2フレット、その次4弦の0フレットで、最後に、E のコードを弾きます。 E のコードっていうのはここに書いてあるけど、1弦から00、3弦が1フレット、45弦が2フレット、6弦が0フレットです。こうですね。最初から超ゆっくりいきます。せーの、1弦の3、0、2弦の3、0、3弦の2、0、4弦の2、0で E を弾きます。これだけでも結構かっこいいフレーズじゃないですか。いきますよ。慣れてくるとこういう風にできるようになるんじゃないかと。まずは超ゆっくり。せーの。宿題でやっといてください。でね、この先どういうことをやりたいかっていうのをね、一応デモ演奏しておきます。次回はこのフレーズを解説しておこうと思うんですけど、やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこよくないですか。ちょっとブルースっぽい感じ。それこそちょっとなんか弾いてよっていう時にこれ弾けたらね、かっこいいと思うんですよ。これちょっと次回、濃厚解説していこうと思うんですけど、これちょっと急に難しくなるかもしれない。まずはさっきやった、これですね。てて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 い。このフレーズを宿題として一週間練習していただければというふうに思います。まあでも今日のまず第一目的としては、このタブ譜の読み方がわかるか、どうかっていうところでございますから、まあちょっと一回見ただけでちょっとあれってなっちゃうかもしれないんで、何回か見てやってみてください。とにかくこうやってタブ譜が出てきた時に一番上に書いてあるのが1弦だよ。だからここになりますからね、1弦。で逆に一番、下に見えるのがこう6弦ですからね。はい。その辺のところをですね、見てもらうところから、こうやって見るとわかる。こうやって見ると、はい。この表と、この、そうするとほら、こっちが1弦でしょ？一番上が1弦で6弦になるからね。はい。で、こっちがフレットの数ですけどね。1、2、3、4、5、6。はい。これがポイントになっております。ということです。やったー。タブ譜でちょっと色ね、こういうの渋くてかっこいいでしょ。ちょっと練習していただければというふうに思います。はい、それでいつも言ってることなんですけど、このガズギターでは皆さんからの質問とかね、なんか困ったこととかあったら、ね、もうコメント欄、書いてください。それを見てカズが次のね、動画のコンテンツにしたらいろいろやっていきますんでね、お気軽に、コメントを入れてくださいね、ということでございます。はい、そして、ガズレレの方でね、結構いろんなお知らせがあります。まずは、2023年ガズレレ生誕10周年ということで、5月にイベント開催で、東京、名古屋、大阪で予定してるんですけど、東京、名古屋チケット完売です。皆さん、ありがとうございます。名古屋はまだ、いけますから、予約できますから、ぜひ皆さん、名古屋遊び来てください。詳しくは概要欄に貼っておきます。あと、新しいね、
カズレレのキッズと歌えるね、子供と歌おうウクレレ、簡単ウクレレソングブックっていうのがね、今度ね、出ることになっています。大好評予約受付中と、あと渋谷のタワーレコードで、出版記念イベントが行われ無料ですからね、この辺のこともちょっとね、概要欄にリンク貼っとくんで、チェックして遊びに来てください。それではあっちからこっちから楽しく音楽していきましょう。今回もカズギターご覧になっていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら、バイバイ。